マーション・ブルックスは、アメリカ合衆国、ニュージャージー州、ロングブランチ出身のプロバスケットボール選手。ポジションは、シューティングガード。ジョージア州の高校から2007年に、プロビデンス大学に進学。4年間同大学の主力選手として活躍した後2011年の NBA ドラフトでは25位で、ボストンセルティックスから指名され、当日に、 ニュージャージーネッツが27位で指名したジャズアン、ジョンソンとのトレードが成立し、ネッツ入り。ルーキーシーズンとなった2011から2012、シーズンは短縮シーズンの66試合中56試合に出場し、平均12、6得点、3.6リバウンド、2.3アシストを記録し、同シーズンの NBA オールルーキーチームのセカンドチームに選出されるなど、 注目された。ところが、ニューヨーク市ブルックリンクに、チームが移転した2012から2013シーズン、ネッツは、開幕前にアトランタホークスとの大型トレードで、ジョージョンソンを獲得。ブルックスは、シックスマンでの起用となったが、これで調子を崩し、平均出場時間は前シーズンの29.4分から12.5分に減少。平均得点も5.4得点と大きく低下。 結局、ネッツ首脳陣に見切りをつけられる形で、ルーキー契約の4年目の契約を破棄された上で、シーズン終了後のボストンセルティックスとの大型トレードで、セルティックスに放出された。2013から2014シーズンは、調子を取り戻せずセルティックス、ゴールデンステートウォーリアーズ、ロサンゼルスレイカーズと3チームをたらい回しにされ、D リーグ一期も命じたられた。 2014年夏に FA となったブルックスは、インディアナペイサーズからのオファーを断り、海外リーグで修行を積むことを決意。8月8日に、イタリアのオリンピア・ミラノと契約。ユーロリーグにも出場した。2015年8月5日、CBA のチャンスドラゴンズと契約した。2018年3月27日、メンフィス・グリーズリーズと10日間契約を結んだ。 3月28日に行われたポートランドトレールブレイザーズ戦で2014年4月16日以来となる NBA の公式戦に出場し21得点を記録。試合はグリズリーズが108から103で勝利した。2018年4月6日、グリズリーズと正式契約を結んだ。ありがとうございます。